すごく嬉しそうでした。カラスの赤ちゃんなぜ泣くの、コケコッコの。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。旦那さんのお夜食にレトルトいかがでしょうか。私まだ独身なの。すいません。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おはよう。あ、おはようございます。お早いんですね。ちょっとね。もっと派手なのやってくれ。ノーギャラなのに贅沢言っちゃって、もう兄さん頼む。うーん、わかった。あとでビールを持ってね。おう、わかったわかった。ようこそ兄さん、無線使ってきて。わかった。ようこそ田中さん、ビールケース貸してください。いいよ。あっちあっち。すいません、よく来てくれた。全部下着の注文か。ま、初日からそうすぐ反応はないでしょう。社長、はい、お客様です。失礼します。しかしよくもまあ冷静な顔してられるもんだ。自信があるんですね、きっと。しかしかかってこないね。あ、落ち着かん。ちょっと、ハッピーテーブルの鮭ガイと山菜ガイ、本日はレトルトウェアです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。マスケ、マスケ、いかがですか。美味しいじゃない。出汁の乗ってる、美味しい。いただくわ。ありがとうございます。レジは向こうですので。どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。ハッピーテーブルの鮭ガイですか。ありがとう。自信ありますか。もちろんです。いくつぐらい売れるかしら。1000個はいくでしょう。あら、そんなに少し。私5000はいくと思いますよ。5000、それは無理だ。売れたら結婚してください。5000売れたら結婚してください。え、結婚しましょう。息子さんの方どうかしら。西条康介くん、あなたの息子さんでしょ。わかりますよ。あ、もしもし、ハッピーテーブルの宝田でございます。いつもお世話になっております。あの、いかがでしょうか。売れてます。はい。あ、本当ですか。残り100個切った。いないよ、サージョさん。大した青年、あそこまで頑張ると思ってなかったね。どうもありがとうございます。将来きっと社長だよ。この私がね、保証するから間違いない。社長ですか。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。ハッピーテーブルのレトルトウェアをやっております。随分にぎやかですね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。5つ買ってくれたから1つおまけ。どうぞ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今ね、宝田さんから電話があって、すっごい喜んでたわよ。そうですか、ありがとうございます。よかったじゃない。お父さんの方売れてるかな。親父には負けないよ。さあ、いらっしゃいませ。じゃあ、いらっしゃいませ。どうぞ。ハッピーテーブルのお帰りの歌をやろう。義理の弟のコウちゃんに捧げます。兄さん、愛し合ってるかい。
ぞ勝手に食ってくれこのおかゆを、うん、どれだけ食えるのか見せてもらうさ。こんな時におかゆが食べれるなんて、こんなとこでおかゆが食べれるなんて、こんな時におかゆが食べれるなんて。いらっしゃいませ、どうぞ。どうですか？おかゆが食べれるなんて。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。